これでようやく遠家との戦も終わるか。炎章よ、お前の子供たちは無様ながらもしぶとく生きたぞ。終わったようですね。おいおい、無理をするな、角か。誰か馬を持てい。はっ。曹操殿。うん、申せ。陣に戻ったら宴を。かく、二つだけ言わせてもらえるかな。おう。もう誰にも遠慮することはない。あなたは曹操軍随一の軍師だ。いきなりなんだ。俺を担いであんたに何の得が。曹操殿、頼む。おい、曹操殿。閣下殿が。言うな。言わんでいい。さらばだ。書くか。